これが練習器具を作ったんですけど、でこう普通のグリップにここに割り箸を、そうですね、この辺分かりますかね、ちょっと入れてあります。でこれはバックラインのセンターに右手のね、この人差し指の第一関節と中指薬指の第二関節がかかるように、こういうふうに考えて、これでまあ持って素振りしてもらってグリップを作るっていうね。でそれをずれないで触れれば目標のところに球は飛んでいきますよということでね、この赤いのが大体親指と人差し指の位置なんですけど、こうやって作りました。ぜひ見てね、皆さんもこう簡単に作れますんで、これなら学校なんかでゴルフを覚えたい人のためにきちんとこういったものを作ってグリップから覚えさせるといいと思います。はい、以上です。